松作りにあった日本の城。伊達市以前は岩下卓城と呼ばれており、古くは足利市一門で欧州丹大であった大崎市の家臣氏家氏の居城であった。1590年小田原城攻略後の豊臣秀吉は欧州市置を行う。これにより旧火災大崎領十二軍は木村吉清清清府市の領となるが、検知。 刀狩りなどへの不満から一揆が発生する。この一揆への関与を疑われた、伊達政宗は秀吉により、無罪とされるものの、翌1591年に、米沢から火災、大崎丘陵に違法されることとなる。違法に先立ち、当時欧州の検知を行っていた、徳川家康は、岩下卓上に約40日滞在し、その間に、城の縄張りや、改修修地区を行った後に、 伊達政宗への引き渡しを行ったと言われる。なおこの時に岩主宅から岩出山へと改められた。以後仙台城追記までの12年間、伊達政宗の居城となる。岩出山は奥大道の経路から外れており、1601年より政宗は仙台城を築き移った。その後、岩出山城は政宗の四男の宗康を初代とする。 岩出山達家が居住する要害になり、明治維新まで続いた。なお、岩出山城には、仙台藩の藩校の一つである、遊備館が置かれ、庭園と共に史跡に指定されている。遊備館の建物は現存する最古の藩校とされる。現在、城石には、遊備館の他に狂わあの平坦や土塁、大空堀、掘り切り、石垣を伴う古校が残るが、 公園として手が加えられすぎている反面、定石としての説明版などの整備は欠けている。また、上山公園、宮城県岩出山高等学校と大崎市立岩出山小学校として利用されている。上山公園には、伊達ま宗のコンクリート像がある。これは、もともと第二次世界大戦における、金属類回収令で銅像を失った、仙台城跡に置かれていたものだが、 1962年に移設されたものである。仙台城の騎馬像に対して岩出山城の平和像は起立した形で、1954年に柳原義達が製作し、小野田セメントが材料を無常で提供した。ありがとうございます。